はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今回も超入門レベルのタップダンスを一緒に楽しみましょう。スタンプだとかステップだとか細かいこといっぱいあると思いますけど、そこは最初はあんまり気にしなくていいです。振り付けに近づくように似た動きをまずしていただいて、そこから余裕が出てきたら、もうちょっと、あ、そのスタンプの音だった、ステップの音だった、あ、先生向き変わってたなど、そういうところを徐々に加えていっていただければなと思いますので、気軽に楽しく一緒にやりましょう。それでは今回の振り付けをお伝えします。右足からステップとステップとステップとと少しね、こう飛ぶ、ね、反対に動くとリープと言いますね。でこれもステップですけど、スタンプになっても構わないので、動ける人は大きく、ね、まだ難しい人は小さくても構わないですね。大丈夫です。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。そしたら次、左足からステップヒール、ステップヒール、ステップヒール、トントン、ステップステップのボールチェンジしてますね。それをやりながら回ります。ステップヒール、ステップヒール、ステップヒール、トントン、トントン、スタンプでも構いません。そこまで頭からゆっくりやってみましょう。5、6、7、8。3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。ここまでを一緒にやってみましょう。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。3、8目。右足前に出してスタンプ、ステップ、ステップ、ステップ、行って戻る感じで、ワン、ツー、スリー、フォー、2回やります。できる人はちょっと腰をひねってあげて、で戻してあげる、ね、スタンプだけでもいいし、スタンプとステップを上手に使い分けてももちろん大丈夫です。せーの、そしたら右足スタンプ、横でシャッフルステップ、右足でシャッフルトースタンプ、ちょっと右と左で動き違いますけど、右足スタンプしてからシャッフルステップ、反対はシャッフルトースタンプ、横に倒れます。3レート目からつないでみましょう。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、それでは3エイト目から一緒にやってみましょう。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7。頭からつなげてやってみましょう。5、6、7。これを一緒にやってみましょう。5、6、7。今回も最初に1、2、3、4、5、6、7。8、休みがあります。で、特に次に回るときっていうのは、回り始めに最初にこう動いておかないと回りきれないことがあるので、最初の1歩目から進行方向になるべく回って、早く正面を向けるようにしましょう。で今の2エイト目の場合に、ね、最初にこう動いちゃうと間に合わないので、1、2、3、4、5、6、7、8って整えて次に、ね、つなぐということで、必ず終わりと最初っていうのはうまくつなげるね、俗につなぎの部分っていうんですけど、そこはうまくつないで次の一歩目が出るとその先は分かるんだけど、つなぐのはうまくいかないってことがよくありますよね。そこをゆっくり気をつけて、つなぎの部分をうまくスムーズに振り付けを通せるようにしましょう。
それではメトロノームに合わせてやってみましょう。5、6、7。5、6、7。第2回目の超入門レベルの振り付け、いかがでしたでしょうか。前回ね、使ったステップを使っているの分かりましたでしょうか。このようにね、同じようなステップをね、たくさん使いながらすぐに振り付けを覚えられる練習をしたいなと思います。同じ動きでも回ったり、飛び方が変わったり、音の出し方のリズムが変わったりといろんなパターンがありますが、それらを含めてこう全て早くね、振り付けを覚えるという練習をこの超入門ではしたいなと思ってますので、ぜひ引き続き一緒に見ていただいて学んでもらえればなと思います。今回の動画が少しでもお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。